あつ森ゆいです。皆さん、花を交配させている時に雑草と化石、鬱陶しいなと思ったことありませんか？今回はそんな鬱陶しい雑草と化石とグッバイできる花壇の作り方を紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず雑草の使用から説明していきましょう。雑草には上限があります。雑草の上限は150個、つまり150個島に生えている状態では雑草は新たに生えてこないんですね。そして次に化石の使用について説明していきましょう。化石というのは崖の裏4マス、建物の裏4マス、こちらには発生しません。なので崖の裏4マスに花壇を作ってしまえば、化石が湧かない花壇を作れるんですね。そして島に150個の雑草を植えておくことで、雑草と化石両方ともグッバイできるわけですね。では早速作っていきましょう。さあできました。こちらが花壇になります。崖の裏4マスに作ることでちょっと見た目が悪くなってしまうので、本当に作成用として考えてください。見栄えは考えないようにしましょう。なので映える島を作る場合はこの花壇は基本的には向いていません。もし映える島でこういった花壇を作るのであれば、おそらくスペースがちょっと狭くなりがちかなっていうのもあると思うので、あくまで交配専用と考えてください。そしてここからさらに先日挙げた最速の交配方法、こちらの動画ですね、これを組み合わせることで最速で交配させることができ、交配させたい花しか出現できない、雑草と化石が生えてこない素晴らしい状況で花をどんどん交配させていくことが可能なんで、よかったら皆さんもやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。